中庄恋の湯営業中第2話十条正樹秘密の赤切れ。ねえ見て、空、あそこんとこオレンジと紺色が混ざってる。すごい綺麗ね。おーい、あれケンケンだ。どうしたの二人とも、今は帰り？そう、ケンケンこそこんな時間に学校いるの珍しくない？そうなの。なんかね、先生が明日の授業で使う資料どっか行ったとか言うからさ、探すの手伝ってたらこんな時間。はあ、ケンケンいいやつ。でしょ？とか言ってみたりして。やーっと終わって帰ろうと思ったら、二人が歩いてんの見えたから、急いで追っかけてきちゃった。はあ、疲れた。仕事終わりの牛乳がうまい。何それ、おじさん臭い。おじさんって、まあ先輩ひどい。ケンケンもひどい。え、ごめん、俺なんか言った？先輩じゃないもん、俺の名前。あー、いやだからそれは前から何回も説明してんじゃん。たく、じゃなくて太一先輩がさ、高校生にもなって名前呼びは子供っぽいって言うから。タッチンはタッチン、俺は俺だよ。へえ、だって先輩って呼ぶなら返事しない。ぷん。ああ、ごめん、まーちゃん。先輩はなし。牛乳あげるから許して。よーし、許可。ありがたき幸せ。それではこちらの売店名物美味しい牛乳をお納めください。わーい、3.8。ああ、先輩もいる？全然いいよ。はい、どうぞ。どういたしまして。なんで3つも持ってんの？お、飲もうと思って。3つとも？3つとも。リッチー。ははは。まあ今日も1日頑張りましたし、このくらいの贅沢はいいかなってことで。じゃあ改めて3人で、はい、乾杯！乾杯。ほん。うまい。スーパー美味しい？よかった。まーちゃんは？うん。ぬるい。よか。え？あ、ぬるい？ごめん。全然オッケー。冷たいやつはお腹ゴロゴロなるもん。そうなんだ。じゃあ、結果オーライ？オーライオーライ。ならよかった。ああ、そうだ。ねえ先輩、今日恋の湯行ってもいい？最近行けてなかったから。やった！今日はでっかい風呂！じゃあ夜行くね。まーちゃんは？俺はいいや。たまには入ろうよ。でっかい風呂、気持ちいいよ。てか、あれ？そういやまーちゃん、一回も一緒に入ったことなくない？行ってもすぐ先輩と風呂掃除始めちゃうし、銭湯嫌い？好きだよ。ならいいじゃん。うちのじいちゃんも言ってたよ。中庄の人たちは昔から恋の湯に行って裸の付き合いしながら仲良くなっていったんだって。だから。ケンケン。お？ごめん。俺ね、ずっと気になってることがあって。え、何？ちょっと言いにくいことなんだけど。ああ、うん。今履いてるの、上履きじゃない？え？ほんとだ！追いかけようって急いでたから！ドジッコケンケン。ごめん、履き替えてくる！先に帰っといて！また夜にね！バイバイ。前見ないとこけるよ。元気だよね、ケンケンって。ああいうとこいいな。お？なーに？じっと見て。え、なんで？俺、恋の湯好きだよ。
ああ、何？さっきの話続いてるの？本当だってば。お風呂好きだし、恋の湯大好き。でも、行ったらお風呂より、君のお手伝いしたいなって気持ちになるから、そうしてるだけ。俺、嘘ついてるみたい？そうじゃない、けど。もう、なんでそんなに俺のこと気にすんのかな？ケンケンも君も。もしかして、俺の裸、見たいの？エッチ。冗談、ごめんなさい。二人とも、優しいから気になるんだよね。でもいいよ、気にしないで。そんな顔されたら、そっちのが心配になっちゃう。お、なんて言ってる間に、オレンジ到着。あれ？ユリが出してある。今日は残っちゃったのか。ユリさん、残っちゃって寂しいね。でも、そんなにシュンとしないで。はい、よかったら持ってって。平気平気、母さんには後で言っとくし。うん、かわいい。ゆりさんも喜んでるよ、君がもらってくれて。じゃあ、ここでバイバイね。あ、今日ケンケンと一緒に恋の湯行くから、また夜にね。